富士フイルムホールディングスは昨日、2020年3月期の純利益見通しを引き上げ、従来予想より70億円高い1620億円としました。通期としては過去最高益となります。富士ゼロックスを完全子会社化したことを受け、これまでアメリカのゼロックス側に計上されていた富士ゼロックスの利益の一部も富士フイルムが取り込むことで利益が膨らみます。一方、売上高の見通しについては、円高や中国景気の減速を受け、従来予想より450億円低い2兆4350億円に引き下げました。